ク草シダテリス・ディスパー・クンゼは、今ソウカのシダ類。側を弦の両側の切れ込みがひどく、不対称で、基部側に強く発達するのが特徴である。常緑性の多年性双本。根茎は短くて、斜めに立ち、褐色で線形の臨片が一面につき、この臨片は、傭兵の基部にまで広がる。傭兵は、 長さ20から3 5トル、赤褐色で光沢があり、断面は三角状、洋芯は二回右上、新列で、全体としては高皮芯型から長大円型をなし、長さ20から4 0トル。端質は紙質で薄くて硬く、中軸は赤褐色で光沢がある。頂き右辺は先端近くまで細かく、右上に新列し、とても長く、 長さは時に2 5トルにもなる。側右辺は3から6体あり、右上に新列前列する。右辺の基部側の列辺が先端側のそれより明らかに長い。列辺の長さは基部側の側右辺の方が長く、先端側のものはより短い。先端側の列辺が全くない場合もある。また、 最下の側右辺の基部側の一番根本の列辺は、発達して、右上、新列した小右辺となることが多い。方指導のない列辺や先端部には鋭くて、小さな虚子が並ぶ。和名は、天草氏田であり、熊本県天草島産の良詞である。中国語では、半辺期といい。これは、側右辺の列辺が左右不対称であるという本種の特徴に基づく。ちなみに、 学名の種商名は釣り合いの取れないの意であるよし。日本では本州、四国、九州、琉球列島にあり、国外では中国、朝鮮、台湾に産する。本州では関東地方異性に分布するが、日本海側には産しない。本州から九州には4倍体、南西諸島には2倍体が分布する。琉球列島では本州は有性生殖が行われるので、 集団間での文化がほとんど見られないとのこと。山際から人里周辺までの日当たりのいい場所にあり、比較的普通に見られる。やや乾燥した日当たりのいい場所から日陰まで見られる。同族では、側右辺が新列するものに八条だる類などがあるが、強く非対称な側右辺の形が独特で、この点では日本本土では他に似たものがない。 大天草しだピーセミピナタは、薬島遺南にあり、本州に似ているが、側右辺の先端側に列辺が全くない。環境省のレッドデータブックでは取り上げられていない。分布北限域では取り上げている県がある。特に、茨城県、埼玉県、山口県で、絶滅危惧愛類に指定されており、また、東京都と長野県では、野外絶滅とされている。以下、記載は、種として、 岩月編長 P137 巻の P21、ただし特産ではないとのクレーム付き。鈴木 P47 三田、P109 岩月編長 P137 鈴木 P46 岩月編長 P137 岩月編長。 p137 たがわ、p58 すずき p46http コロンスラッシュスラッシュ www.jpnrdb.com スラッシュサーチドット php、モードイコールマップ &Q イコール06010210245ありがとうございます。